とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、スパイダーマンやっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは行きましょう。まあ、今日もね、ストーリーをぼちぼちやっていくんでね、お願いね。どんな話になるんだろう。ガチャとかが置いてあるな。誰かいる？ここ、ほこりっぽいな。空き家だったのか。証拠を探す。証拠探すっつってもな、特に何もなさそうなんだけど。リックの ESU の教科書、日中お店にいられるように夜間コース取ってたよね。ほう。とガムシャラでさ、電気つけっぱなしだ。絶対レンガの奥の部屋に行く方法があるはず。はいはい、レンガの奥に行く場所があると。手がかりがどっかにあるはず。これで、あ、いけるね。最後は強行手段じゃん。なるほど、ここが秘密の部屋。秘密の部屋だけども、あ、ここか。あ、こっちにもなんかある。動画ファイル、6ヶ月前のだ。テストアップロードを実行。半数が病気だが、クリーガーはニューホームのせいじゃないって。今夜結婚しよう。貸して。まだ早すぎない？今夜やるんだ。今日ハーレムに着工した。予定より早く。街を汚染して金儲けね。手抜きばかりして安全報告を無視してる。俺の研究を悪用させるわけにはいかない。わかった。まずはコアをフラッシュしてデータを消去する。もう同じものは複製できないんだよね。ああ、ジャージーにある予備物資も破壊してしまえばな。俺以外ニューホームの仕組みがわかるやつはいない。プロジェクトも否決される。録画する。失敗したら動画をビューグルにアップするよ。完璧だ。ニューヨークを救うぞ。救おう。もう一つ動画が。くそ、アップロードされてない。携帯が壊れたんだ。約束だよ、リック。ニューフォームのプロジェクトを阻止しようとしたけど、計画が狂ったんだ。最後にスマホがあった場所を追跡すれば。欲しいものが。消えなかった。やつを逃がす。姿消せるの？いきなり姿消すとみんなパニック。あ、なるほど。こうやってスナイパーが落ち着くのを待ってステルスで倒していこう。ステルスやるのね。コンピューターにやつを近づけるな。あ、いける。お前は？あ、いけるね。次、残り4体全部ステルスでやらなきゃいけないの？あー、なるほどね。あ、やっば、完全見つかってる。完全見つかってる。あ、でもカムフラージュで消えればまたいけるっぽいな。多分いけるわこれ。お前か。上のやつがうざかったね。上のやつがいなければ全然いけたんだよ。よし、また落
上のやつがいなければあとどこ、まあ残り、いやなんか増えてきてない、なんかすっげえ見られてんだよ、ちょっとお前らやっべ結構食らうな、ちょっと待って、カモフラージュしよう、落ち着かせなきゃ攻撃できない、ちょっとカモフラージュしときましょう、首突っ込みやがって、時間経つとよくなるのかな、ああなるほどね、時間が経つとできるようになるんだ、まあ残り3体だから別にいいんだけどね、下にいるでしょ、あもう完璧見つかるわこれ完璧見つかるわ、いいや、はい次登らして、あとお前だけでしょどうせ、よしコンピューターに戻ろう、フィンのスマホを見つけられればリックに何が起こったか分かる、ティーンカラーになった理由も、よし場所ゲット、よし OK、 では探せということだね、どこだ、こっち側か、よっしゃレベル10、レベルもどんどん上がってきてるよ、まあ、前作みたいに、裏世界でぐるぐる回ったりとかそういうのは今はまだ見つけてないかな、一回裏世界入ったよ、一回入ったけどももう下に落ちて死んじゃうっていうところだったんで、空中にね飛んだままの場所っていうのをまた見つけたい、そうすると無限レベルアップができるからそれやりたいな、限界まで上げてやりたい、そうそう前回がね限界まで上げてもうさらにその限界を超えようとしたらレベル上限がねもう固定されちゃったのよね、うん確か200までしか上がらなくなったんだよ、その前は確かね400近くまでレベル上げてたけどダメになっちゃったんだな、ロクソンのリサーチラボ、ニューフォームのプロジェクトが始動した場所だ、フィンのスマホが中にあるはず、あそこから入れそうだな、オッケー、やっぱこいつらが敵になるわけか結局のところね、動力源はどこ、オッケー、ちょっと待って待って待って、スキャン、なんとか止めない、ここから入るんでしょ、おい、え入れないの、入れないの、あ下、うん、まあ、ここは入れないのか、あもう完璧見つかってるじゃん、おっとどうせこいつらものすげえあれでしょ、危ねえ、攻撃力高いんだろどうせ、はい、はい終わり、よしこっから入らなきゃいけないのか、でこれをベノンパンチで起動させてやる、そうすると上が開くのか、エネルギー吸い取ったら壊れた、うまくいってびっくり、下を倒さないと入れないんだな、侵入成功、おお。やった、あこういうこと、おお。でこっちだな、今下向いてるよね、下向きだよねこれ、かなりスペシャル、家でゆっくり昼寝してゲームプレイしまくってクリスマスクッキー、あった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 、どれだろう、こっちとこっちも止めてだね、いろいろ行ってみよう、おなんか書いてあるぞ、
もう一個。あれ？これ戻ってきてない？ここさっきも来たよね。来たよね。設計した人、絶対履歴書詐称してる。お？笑うとこ？おじさんがプラウラー？父さんのファイルで見たよ。だろうな。聞きたいことが山のようにあるだろうが、今はここから脱出するぞ。こんな場所に侵入するとはな。目的のもの見つけるまで帰らないよ。いいか、俺はロクソンに雇われたことがあるが、敵に回さない方がいい。ここで捕まれば。なら手伝って。親父に似て頑固だな。なら俺のやり方に従え。セキュリティ端末にアクセスして指示を出してやる。リモートマインだ。足止めされたら使ってみろ。いいな、絶対に捕まるな。いや、まさかだよまさかだ。そこ？どうやったの？リモートマイン試してみるチャンスかも。はい。カメラはどうなってんだよ。ここに投げろと。生存はファーレムだけだ。ライノが発電所壊したからな。2エリア以上影響を受けてるだろう。再度巡回しよう。あ、なるほどね。うわー、すげえ。スマホ電波を探知した。かなり下の方から発信する。じゃあ見つかった？見つかってないね。じゃあ向かう。オーケー、完璧。お休み。どこっすか？そこ？ニューフォームのリアクター？そこだよね。君、ニューフォームはまだか？ああ、増産しようとしてますが、メイソンがメモを残してなくて。それで？実は橋の爆破で無傷だった容器が一つだけ残ってると聞きまして、もしそれをいただければ。私が持っていれば渡していい？もちろんです。ただその容器がないと納期を守るのは不可能だとお伝えしたかっただけで。その容器は私が総力を挙げて捜索中だ。だから今はラボに戻ってすべき作業を続けてくれるとありがたいんだがね。追い詰められてる。行こう。こっちか？ここだね。まだ敵もいるんでしょ、どうせ。いるなぁ。なるほど。3体ってことか。リアクターの近くになんていたくない。じゃあここに投げてと。いけ。よし、2体やった。結構いるな。もうないんだよな、多分。あ、OK、あったできれば3人集まったところで起爆させたい。大丈夫だ、異常なし。しゃあ、いい感じだよ。あ、嘘、やりきれなかった。応戦準備、スパイダーマンだ。でも俺たちにはまだ見つかってない。見つかってない。いいね。気を抜くな、まだ近くにいるぞ。
そこ行けそうだよね。待って、移動しよう。はい、おやすみなさい。見つかってないでしょまだ。 OK ね、 OK。 あーち、2体いるっていうのかな、ちょっとうざいな、ちょっと鬱陶しいですけど、まずはこいつは倒す。オッケー、離れた。あ、違う、こうか。ウェブにし、お、いけるんじゃない、いけるんじゃない、あ、いけんか。バカ、何してんの俺。オッケー、まあ1体ぐらいいいや、1体ぐらいは倒してもオッケーです。次は シールドの奥、ここじゃないね、ここか。ちょっと待った、他にもラボがあるってこと？ニューフォームリアクターもあるみたいだ。リックがこれで体調を崩したなら全部閉鎖しなきゃ。結構多いぞ。いるね。スマホは一番下。どうやってあのファンを取り入れてるの？あんなところに。しかも敵も登場。ね、まあまあとりあえずはさ、これでちょっとやろうか。いや、3体いける、ドカンと。 OK、 どうだ、安全だよね。おやすみ。はい、2体ドーン。はい、あと1体かな、あそこのやつだけ。あ、いたお前はいける。でもう1体で、お前で終わりだな。あ、あそこのギアをね、こうするわけか。くそ、なんとかあれを固定しなきゃ。か、固定する。オッケー。やった、いけた。あ、全部。あ、あとここね。止まれ。オッケー、止まった。行くぞ、ゲット。充電しなきゃ。爆発しないでよ。やった。オッケー。カメラ、動画、あった。よし、コアダンプは2人で作業しよう。お前がオーバーライドして、俺が確認。ステップ1、ニューホームをこの世から消す。自分の作品、壊して平気なの？こうはなりたくないだろう。世界を守らないと。いい、いいぞ。オーバーライド開始まで3、2、ビン。私じゃない。リックサボタージュか。まあまだ病人が出て、エンジニアが一人死んだところで誰も気には止めない。ビジネスに犠牲はつきもの。やだ、嘘でしょ、そんな。止められる、止めてみせる。やめて、リック、リック、いや、ダメだ、リック、死ぬ。
守ろうとしたリックをクリーガーが殺した。僕が奴らを止めてみせる。あのおじさん、そこからリアクターのシールド解除できる？行きましょうか。リアクターのせいで友達が死んだ。二度と動かせないように止めなきゃ。ちょっとこれは一回撤退しなきゃダメだね。ねえ、アロンおじさん、どこだ？あ、ま、あ、下か。ここね。ありがとう。なんか敵入ってきそうな気するな。大丈夫？すっげえ敵が来そうな気がするんだけど。ジェネレーターと同じだよね。ちょっとでかいだけ。行け。わあ、なんか。エツミ減ってるよ。わ、すごいすごいすごい、ま、周りに。これ、でも最悪、今にも体が張り裂け。すごいな。そんな、スマホが、エネルギーで、体が。から落っこちた気分だけど、リアクターは止められたよ。暴走したね。証拠入ってたのに、これからどうしよう。止まれ、弾を拘束する。やべえのが来た。オッケー、全然取れた。全然取れた。何が狙い？一体だけじゃないか。いけ、やるね。はいはい。うわ、これやば、やばいな。よし、いけ、飛んでけ。いい、シールド持ちがこれから出てくるってわけでしょ。シールド持ちはちょっと鬱陶しいな。はい、お前も倒す。いや、危ねえ。はい、飛んでこい。ちょっと回復しとっけ。また何回終わり。次どこ。ああ、おじさんもそれ持ってんだ、すごいな。いいね、仲間がいるってすごい嬉しい。やっべえ。ああ、ワンでもいたな。前作でも今のロープ使ってくるやついた。ちょっとね、基本上のでかいの持ってるやつから倒さないといけないもんね。よし、ちょうどいいところで出てきてくれた。ナイス。ああ、盾を奪う。さてはずるいよ。よし。で、わわわ。そうかそうかそうか。これ持ってるやついいのね。なるほど。なんか倒し方が結構あっぶね。ちょっと待てよ。上空からの遠距離射撃はきついから。先に倒しとこう。どこだ。あぶねえ。
倒す。取る。よし、あと1体。終わりか。いや、まだいた。終わりでしょう。まだいる？まあ、なんかいっぱい出てきたぞ。やべえ、やべえ、やば。ちょっと待って、この状態になると結構きつい。おい敵多すぎ。ちょっと待って、パーフェクトドッジ。ちょっと待って、上に逃げないと無理だ。身を隠してろ。誰も信用せず、絶対にマスクを取るな。ロクソンが次の獲物を見つけるまでな。それは無理。フィンを探さなきゃ。友人がティンか。道理で首を突っ込めたがるわけだ。それだけじゃない。僕は町を守る責任がある。フィンを利用しろ。アンダーグラウンドに入りたいと言う。でもマスク取るなって。はい、スパイダーマンとしてじゃない、友人として頼むんだ。すぐにバレちゃうよ。人というのは大事な人が相手だと愚かに。まさに今のお前みたいだ。真実を明かせば。俺もお前の父さんに打ち明けたぞ。兄弟、理解する。そしたら絶縁さ。あの時黙っていれば家族のままでいられたかもな。はい、ということで敵もね、どんどん強くなってきたね。やっぱ死にゲー感が出てきたんで、死なないように、まあ、頑張っていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。そいや。